それではただいまより臨時の市長記者会見を開会させていただきます。それでは発表事項につきまして市長より説明を申し上げます。市長よろしくお願いします。はい、じゃあ改めて皆さんこんにちは。今日はですね、発表事項が1件あります。海辺のグランドデザインの策定について、魅力ある海辺づくりに向けた官民連携による活性化の取り組みの方向性ということで、海辺のグランドデザインをですね、案という形で市民の意見いろいろ募集をしてまいりましたけれども、数多くの意見をいただいてですね、この間策定に至りましたのでお知らせしたいというふうに思います。もう記者の皆さんご存知の方も多いわけでありますけれども、改めて策定の趣旨を申し上げますと、稲毛から幕張にかけての 4.3km の人工海浜、そして稲毛の海浜公園、そして県立の幕張海浜公園を我々の千葉市固有の地域資源海辺エリアとして、これからですね、首都圏の中でもですね、重要な拠点として整備をし、市民の皆様方にもですね、新しいライフスタイルを充実をしていただく、そのためにですね、私どもは策定をしたわけでございます。で、これまでの経過ですけれども、平成25年度に千葉大学との共同研究による基礎調査をし、平成26年度に市民のワークショップによって、素案を作成し、そして平成27年度に、10月市民意見の募集をいたしまして、113人249件というですね、本当に大変多くの意見が集まりまして、その上で策定をしたものであります。で、2のグランドデザインの特徴は概要ですけれども、特徴として、この3つの人工海浜と2つの海浜公園を一体的な空間と捉えて、像の特徴に応じた活性化フレームやその方向に沿った方策のイメージを提示しております。2つに海辺エリアと隣接する市街地の回遊性創出のための方針策定を位置づけております。3つにハードソフトの両面から民間活力導入、市民参画など官民連携での取り組みを打ち出しております。で、過去2でコンセプトと将来像ですけれども、海と街が調和するアーバンビーチということで、都市の海辺で過ごす新しいライフスタイルの提案をしていくとしております。で、活性化のフレームですけれども、5つの、ゾーニングによってですね、それぞれの活性化の方向性や方策例を提示しています。で、括弧4として実現に向けた取り組みをしているということ で、実際その素案からの主な変更点ですけれども、例えばですね、中にはですね、市民の皆さんから海辺エリアの安全安心の確保というようなことでですね、防犯面ですとか津波高潮の際の対応などご意見いただきましたので、海辺エリアの安全安心の確保の項目を例えば追加をしたりですね、さらにはだいぶいろんなアイデアを頂戴しましたので、その活性化の方向性方策例の具体的な中にですね、それを例として盛り込まさせていただいたり、またですね、中央港や千葉港や蘇我との連携を同じ海辺ということであれば考えていくべきじゃないか、そういうようなご意見を受けてですね、それぞれ、新たに千葉中央港や蘇我臨海部のまちづくりとの連携に関する項目を追加をしたり、またアクセス性の向上というご意見をいただいた中でですね、それぞれのアプローチに関する記述をまとめたりですね、一番こう大きいのはですね、そうしたものをやっていくにあたって行政がですね、全部進めていくことはできませんので、やはりマネジメント組織というのが必要ではないかという、こういうご意見を受けてですね、この海辺エリアのマネジメント組織の構成や役割のイメージを、追加をして、多くの主体の皆さん方が参画をしていただけるような、そういうようなものを追記したいということでございます。で、次のページに今後の予定としてですけれども、このグランドデザインに基づいて、これから町づくり、海辺づくりを進めていきます。で、直近における主なものとして、まず今ご審議議会でいただいている平成28年度当初予算案の中にですね、歴史と自然の海辺ゾーンの基礎調査ということで、この歴史と自然の海辺ゾーンに導入する機能や施設に関する基礎調査、そして、ビーチラインの基本設計を実施いたします。稲毛海浜公園の砂浜の近くまで、車で近くまで来ることができるアクセス可能な沿路というのを作っていくことでですね、波及効果をもたらしたいとか、それから海辺の活性化支援事業ということで、これは平成27年度2月補正予算案に盛り込ませていただいてますけれども、
市民や企業などの参画を促進する仕組み作りの検討を実施をしているということで、市民の活動を支援していきたいと思います。それから、これは県さんとの連携が必要でありますが、 JFA ナショナルフットボールセンターの整備の中でですね、私どものグランドデザインの目指す方向性を一緒に実現をしていくということになります。で、参考にすでに今年度末までに完了済みのものということで、先般オープンいたしましたザ・サーフ・オーシャン・テラス、そして、昨年の5月にオープンしている海辺の大通り、海浜大通りの駐車場ですね、それから昨年の4月にオープンしている磯野松原散策道、まあ、こうしたものもすでに取り組みをしていますので、今後とも、民間の皆様方やいろんな連携のもとでですね、一つ一つ重要化をさせていきたいというふうに考えております。で、発表事項は以上なんですけれども、お知らせが1点ありまして、インターネットを利用した市税のクレジット納付の開始ということで、まあ、いよいよですけれども、今年の4月以降にお手元に届く市税の納付書について、インターネットを利用したクレジット納付が可能となります。取り扱える市税ですけれども、固定資産税、都市計画税、固定資産税、市県民税、軽自動車税の4種類になります。手続きはですね、パソコンやスマートフォンなどから千葉市のホームページを経由して、千葉市税納付サイトにアクセスをしていただいて、納付とカード決済に必要な情報を入力すれば納税が完了すると、こういう仕組みでございます。まあ、納税者の方にはカード決済手数料を負担いただくことになりますが、自宅にいながら24時間カード決済できるとか、カード決済のために現金をわざわざ事前に用意して納付窓口に行く必要がないというメリットがございます。今回クレジット納付を開始することで、時間や場所を選ばず市税を納付することが可能となり、納税者の行政手続きにかかる時間を縮減し、市税納付の利便性が図られるものと期待をしております。私からは以上です。それでは管理者よりご質問をお願いします。どうぞ。さん、本日管理者のフォローとしましょうか。よろしくお願いします。私からは2点、1点目は海辺のグランドデザインの策定の発表をいただきましたが、改めてですね、この場所から、この策定によってどういうことが期待できて、どういう場所にしていきたいかということがお伝えいただけたらと思います。そうですね、このグランドデザインを、まあ、取りまとめていく中でですね、私たちのこの千葉市の海辺を行政が、まあ、これだけ大胆に民間の人たちにも開放してですね、こういう方向に変えていこうと考えているんだということは、これは県外の方も含めてですね、大変こう海辺や砂浜関係に関心を持っている方々にとっては大変こう注目をいただいているところが出てきてまして、まあ、いろんなご提案や問い合わせをいただけるようになってきました。そういう意味で我々のこの千葉市の海辺作りというのは、決してこう千葉市の中の知恵だけで出来上がれるものではないというふうに思ってますので、まあ、こうしたものを作って、そして多くの方に認知をしていただくことでですね、より多くの連携がの可能性が出てくるんではないかなと思います。それから市民の皆さんにとってもですね、これから私たち千葉市の、まあ、昔の方々がそういえば埋め立て前から、まあ、馴染んでいたその浜辺というのがですね、こうした形でですね、復活をし、そして賑わえる空間になっていくんだというその期待感を持っていただきたいと思いますし、まあ、これまでも関心を持っていろいろ活動してきたさまざまな団体の方々いらっしゃいますので、改めてそうした方々と一緒に運命共同体としてですね、このエリアマネジメントを推進をしていきたいというふうに思っています。まあ、それをすることでですね、この東京湾、首都圏の中でもですね、貴重な都市型ビーチとしてのですね、存在感を高めていきたいと思いますし、まあ、それによって、そうしたところで時間を過ごすというライフスタイルをですね、これは千葉市のみならず多くの方々に知っていただき、多くの方々にお越しをいただける空間に変えていきたいなと、それが千葉市の色合いにもつながってくるのではないかなと、そういうふうに、思っております。ありがとうございます。もう一点関連してなんですけども、まあ、千葉市内市の JFA のフットボールセンターの18年度内に運営をしてくるので、まあ、そうですと2020年の東京オリンピックも、まあ、それに控えた中で、まあ、千葉市としてもその辺を千葉市としてこの場所を、もしかちょっとこれ私の推定ですが、東京オリンピックとは何か関連がある、もしくは東京オリンピック絡みでどう生かしていきたいとか、オリンピック絡みで何かありますでしょうか。
まあ、そうですね、そのやっぱり大事なことはその東京オリンピックも含めて我々がその意識をすべきものはそういう意味でやっぱり突き抜けなきゃいけないってことですよね。でその近くにあるようなものを作ってもわざわざその外国の方が来る理由にはやっぱりならないという意味では、そのオリンピックだからってわけではないですけれども、オリンピックを意識することによって一体何がその我々の千葉市においてその魅力として作り得るのかっていうことは逆にいい意味で考える指標になると思うんですよね。そうなってきた時にその下手に中途半端な、都会的なものよりもこうしたよそにはない、この千葉市の砂浜ですよね。で海越しの富士が見えるという、そういう意味でも外国人の方々にここでしか見られない景色を提供することができるのはこれは間違いないですから、まあ、そうした意味でですね、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの時に海外や遠くから来られる方々にも東京周辺にこういうものがあるんだというふうに思ってもらえるような空間作りというのは一つ4年というのもいいある種スケジュール感ですから、それはできる限り多くの方々の関心をこうそこにフォーカスさせてですね、できるものは2020年までにやりたいと、そういうふうに思います。続いて幹事社の方さんをお願いします。一番日本の平野です。よろしくお願いします。海辺のデザインなんですが、意見が749件あっていたんですけれども、先ほど、おっしゃった津波など安全安心などという意見が多かったのか、ちょっと青い3種類ぐらいなんか多かった順にその意見の内容を教えていただきたい。はい、我々多い少ないとかで内容ってあんまり考えないので、基本的にその我々とすれば確かにそれは考えているんだけども、記述としてはもう少ししっかり書いた方がいいよねっていう意味でその防災面の部分とかについて、まあ、書いたということで、まあ、多い内容っていうとあんまりグルーピングできるようななかなかものかな、なんかあります？じゃあ局長の方から。はい、それぞれの意見、やっぱり大きな意見、小さな意見ありますので、まあ、単純にちょっと数では比較してないんですが、まあ、大きな項目としては、まあ、5つぐらいのグループがあるかなと思ってまして、まあ、先ほどの安全安心の話ですね、それから2つ目は市街地との関係をもう少しいろいろ意識した方がいいんじゃないかっていう、これも、まあ、全体の基本方針みたいな話です。それから3つ目としては、それぞれのエリアで、具体的に、まあどんな項目、こういうアクティビティがあればいいなみたいな話で、そうじゃなくて多かった話、そういうあたりがちょっと多かったかなと、具体の提案をしていただいたとかですね。そうですよね。ただ結局私も見ましたけれども、基本的にはやっぱり具体的なこんなんがいいんじゃないかっていう提案をもらったのが圧倒的に多かったですね。まあ、皆さんやっぱり思いが終わりなんだなっていうことがよくわかります。それで一番入れたのはだからそういうことじゃないですか。個別のそれぞれのゾーニングの中でこんなんが方策の例としてありますよねっていうのは皆さんからいただいたそういう思いやアイデアを入れさせていただいて、安全安心確保やあと、まあ、中央校や総学の連携っていうのも多かったわけじゃない、多かったわけではない、多かったわけじゃない、そういう話、はい、なるほど、わかりました。グランドデザイン以外のちょっと発表案件以外なんですけれども、小学校のプールの水の流出事故っていうのがありまして、インターネット上でかなり、まあ、波紋を呼んだ問題だったんですけれども、で、まあ、地球の対応に対して、まあ、疑問を呈するような声が出てるんですけれども、それに関してその市長の受け止め、お聞きしてもらっていいでしょうか。まあ、そうですね。とにかく教育委員会が当事者の方々と話し合いをしっかりした上で、出てきた結論だというふうに思いますので、それはそれを尊重したい、そういうふうに思います。現場の教諭らだけで自己弁済するという形は、まあ、適切と言えるのかどうかという意見が、まあ、ございまして、でまあ、それ一般の人のみならず弁護士の方なんかも、まあ、法的にもどうなのかという声があると。で中には、まあ、厳しい意見ですけれども、ブラック企業のようなやってることと同じではないかという意見も中にはございます。
まあ、それを受けてはそれご本人の希望ですからね、ご本人がご本人なりにそうしてほしいというその願いがあったわけですから、まあ、外野の人たちがいろいろ言うのはこれは私は別に当然だというふうに思いますけれども、これは当事者間の中で、これが強い希望として当事者からあったわけですし、それは私としては尊重するしかそれはないのではないかなと、そういうふうに思います。じゃあ改めてお聞きしますけれども、市教委の今回の対応は適切であったというふうに市長はお考えになっているんですか？少なくともこの当事者との間においては適切としか言いようがないですね。それご本人たちがそれを強くご要望されているわけだから、わかりました。当事者と意識がね、当事者と意見が相違のある中でこういう結論になったのであればそれは適切ではないというふうに思うんですよ、当事者がそれをご要望されたわけだから、まあ、要望といっても使用者間とその従業員の間では力関係 の差もあるわけですから、まあ、自由な意思で従業員たちの自由な意思でなったかどうかっていうのはちょっとまた分からないところがあると思うんですけれども、では我々は弁護士も間に入れて、はい、それは話し合ってるわけだから、それは少なくともそうした組織の一員だから、そう強制的に結果的にさせられたということではないということを確認をした上で我々はこの結論に達しているので、そこを十分に理解してほしいなと思います。なるほど。あんまり私これ騒げば騒ぐほどその方々の思いに反することになると思いますけれども、はい、わかりました。他にございますでしょうか。すみません、先回の市長の方、市長が松林、要するに道路から海辺が見える部分が松林によって遮られて大変少ないということで、その松林ちょっとまあ邪魔なんだよねみたいなお話をされてたと思うんですけど、それで見えないということがとてももったいないというお話をされたんですが、松林の方で、松林は今後、道からこう海が全部見渡せるようなそういうような景観づくりも考えてらっしゃるんでしょうか。そうですね、その少なくともその何ですか、砂浜と公園との間に関しては防砂林とか防風林という機能がありますから、その機能を維持した中でどういうふうに見えるかっていうふうにはこれはまずやらなければいけない。それからもう一つは道路と公園の間ですよね。これに関してもこれは防風林防砂林というのを超えてものすごく生い茂ってきてしまって経年の中で、で非常に海と公園と道路をかなり隔てている状況になってますから、それはしっかりとした近隣住民の皆さん方とのお話し合いの上でですね、ボランティアの方々のお力もいただきながら必要な部分に関しては順次それは見える化をしていくと、その考え方は変わってないです。ありがとうございました。ね、一番日本さんが好きそうなネタだね。11日が近いのでちょっと改めてになるんですが、指定範囲の問題、石橋市長としてのスタンスを確認させていただきたいんですけど、現状、作業に応じないという話を、環境省にした、あと改めて向こうから動きがあれば、こちらから動きを今後する予定があるかという点と、あとその分散不完という話ももちろん言われていると思うんですけど、その指定範囲の濃度が下がる中、解除を、なるべく早く求めたいと以前言われていたと思うんですが、そのあたりの方針等で変更ないかということを確認します。はい、基本的にその後環境省さんから特段私どもに対してコンタクトがあるわけではないですね。で私どもは基本的には、最終回答をしておりますので、国の出方というかご対応を我々は松川というかもう回答し終わったという立場ですけれども、その上で、それとは別個に切り離して指定範囲の指定の解除に関してはですね、我々も8000ベクレル下回っているというのはもう確実視されていますので、それは普通の流れとして、国の考え方が整理されて私どもに説明をいただければですね、それを受けてしっかり話し合って指定解除していきたい、そういうふうに思っています。我々の考え方というのは、
これからも変わることはない。一旦その分散保管の考え方なんですが、排出先というかですね、はい、まあ、基本的に分散保管を続けるべきだという排出も、まああのまあ、現在保管、ね、現在保管しているところがその動かさずに持つことを望ましいというお考え、まあ、望ましいというかですね、その私らは今回その1箇所で、まあ、選定されたわけですけれども、まあ、あの選考の過程をしっかりこう出してもらいたいと、オープンにしてもらいたいという中で、結果的に私どもが納得するような形は示されなかったわけですね。まあ、この状況であればですね、どこが選ばれても、まあ、どう納得できるわけはないんですよね。私たちも粘り強くそこを示していただきたいということをやったわけですけれども、分からなかったわけですから、まあ、そういう意味ではその一箇所に、選定をすることに納得が得られることは不可能だと、少なくとも環境省さんの今のやり方では。となると結果的にそれはもう分散保管というものを現実的な話として認めざるを得ないんではないかというのが私たちの考え方ですね。一箇所に集めることが現実として不可能であるならば、結果的に残された貝というのは一個になるんではないかであるならば、それに向けてのさまざまな整備というかですね、をするのが現実的じゃないかなというのが私たちの考え方です、ね。他にございますでしょうか。他にございませんか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。ありがとうございます。